無駄だ。ここだ。創世の術。やるか、ケア。シャカ。キャッハイ。くらえ。いや、無駄だ。やっぱり。え、でも幸い。また明日。あら、夢？あ、そっか。これ？この植物の夢の内容と関係。あ、すみ、まずはこれの話からしましょう。先生は卓越した学術。それで？はい。でも深淵が何なのか。すると先生は私をギュッと抱きしめ、結局ただそれにはこうも書いた。先生は星と深淵。先生はそれからただ正論派の学その植物。もちろんです。そうね、ナヒーダが、彼女が植えたのはその特徴から見るに殻を、そんな、つまり彼女の言う、あ、私が残酷を前にした時、彼女が信じ、確かに厄介だな。お前までそう感じるほどのことだもんな。でもそれだと責任をあなたに押し、大丈夫。この世にはいろんな人がいるんだ。あ、分かったわ。じゃあ戻っ、か、開花で、そんな、か、つまり、もちろん良かれと、そうだぞ。おそらくかな、わかりました。夢では、あ、先生は本当に帰って、この夢は、そ、え、本当に、ご、そうでなければ最後の記念さえも感謝するわ。彼女もやっと現実を、あなたたちが、あ、まるで、えひひ、共感、そうだ、ええ、彼らは夢の、それは思いの力と解釈するよりもっと悪質なものだと。おう、それは引き続き調査が必要よ。何か嫌な予感が。戻ったわ。今どんな状況？その宗神様からった。だ、モーメントオブドリ。やっぱり宗神様、お戻りになったんですね。一体何が起こっているんです？どうして我々ここにいる人の。でもだから真実が。そんな関係ないんじゃ。夢の暗示を受け。そうだぞ。そうだったんですね。つまりその詳細が加わ。確かに俺もまた姉さんに会いたい。申し訳ないが、そう、さっき、それは、え、ですので我々もその危険、誰もが送信さ、少なくともみんな、これこそ私、たとえ危険だって分かってても夢の中に戻ろうとするのか。そうね、私、時間が遅れれば遅れるほど多くの人々が警告を無視し、じゃあ直接夢の中に、ペドラッシュ。そうですね。え、い、この方は我々のせ、せ、うん、
女は寝ているだけで無憂はしていないわ。まだ眠りが浅いようね。夢の中に緊張しないで目を閉じて。自分が砂浜にチリジリになる。見慣れた場所に来るものだと思う。巨大な食…本来ならデビーのムッとにかく。キャッ。くだらない。疑似妖怪。ふっ。やっ。無駄だ。全部丸見えね。え、行くぞ。いえ。避け。せ。はびこりなさい。やっ。くだらない。はっ。ふっ。燃えろ。いえ。無駄だ。はっ。ふっ。ふっ。しれ。逃がせる。どこかに通じる扉みたいだな。他に道もないし、入ってみようぜ。これらの不思議な夢は。じゃあさっきいた空間は何だったんだ。それって。ええ、その可能。もしそれぞれ。そうなのか。でもこの空間が簡単。とにかく確認。どうやって。見ててちょうだい。ここのコーヒーはテイワット中を。外の門がいい。そうね。とにかく乾。手をつなぎましょう。彼らはまあいいわ。まだためらいがある。確認したわ。おいらも今度から安心して。普段この力を使うことはないわよ。宗神様、どうし。お祝いの邪魔をしてごめんなさい。私にはわかるわ。それよりコーヒーでも飲まない。よく考えて。こうしてテーブルを囲んで。スチームバード新聞社の報道は確かなものだった。それ以来ちょっと、ま、思い出したんならそれでいいんだ。ここで起こってる。そっか。でも私の夢である以上、本当かどうかなんて重要じゃないわ。彼らは私に。このまま夢を見て。でもこのまま行けば夢は永遠にあなたの気持ちに。大丈夫です。本当に。まあそんな難しいことは置いといて、コーヒーとかデザートを食べるのはどうだ。現実でも夢。そんなわけにはいかないぞ。お前たちがどこから来たのかさえオイラたちにはわからないんだ。あっ、ごめん、悪気。大丈夫。今の状態を見ると知りたいのだけど。それでしたらいつか入ってみるか。なかったわ。行きましょう。やっぱり私たちは。
慌てないで。もうデビーの夢から出ているこの夢には。そうなのか。に推測だけど、さっきのデビーは、でも、夢が乱れ、そう。真実は一番奥深、ええ。見た感じ、何かを入れる必要があるみたいだな。全部丸見えね。創生の術、うん、みんながそばにいて手加減なしです。冥王形成知識をあなたに。くだらない、消えろ。無駄だ、せだ、無能、せ無能。雨が止むとまた現れる。花というより視線を避ける草スライムね。また変な比喩の時間が始まったぜ。みんなは俺が待っ、これこそが知恵の弁、西洋など。どうやらあのような危険です。これまでの推測、前に彼と接し、アイルマン。おお、君たちか。不思議だな。夢？お前はこれが夢だって知ってるの？もちろんさ。現実にこんないい話なんてないからな。紹介しよう。前に話した俺の妻、メイナーだ。それから俺たちの子供、ヘイデル。皆さんこんにちは。パパ、三神様と知り合いなの？これ、何？おもちゃじゃないぞ！アイラはパイモン！いや、こんなこと話してる場合じゃなくて。ええ、少し時間をちょうだい。ああ、そっか。悪いな。な、途中の道にも結構。ヘーデルがこんなに大きくなってるなんて。私もとても、夫には、苦労をかけてしまい、本当に申し訳。いいんだ。どうするんだ？残酷な話、ごめんなさい。伝えなければならないことが、あの時と同じ。つまり、ど、俺たち一家の、ママ。おそらく、え、嫌だ、ママ。言っちゃやだよ。何が起こっているか分かります。安心してヘーデル。メイナーは、私はここが夢だと知って、はあ、複雑なことは、ええ、では最後にもう少しだけ楽しませてください。背後にある原因が何であろうと、この夢は。ごめんなさい。そうですか。こちらへどうぞ。この先を進むとより深いところにつながっています。下に行けば行くほど甘く美しい場所にたどり着き、引き返せなくなるとき、あなた方の欲しいこと。協力してくれてありがとう。
私も心そんな礼なんていりません。私も後から追ってないと。オイラたち悪いことしてるわけじゃないんだよな、ナヒーダ。それはあなたのいいと悪いの。また同じ場所だ。ただどんどん凶暴になっていっているようね。普通そうだな。おいアイルマンは深い夢の中。これまでの考え方は夢の程度が。あなたたちは夢を本当だと思った。オイラはたまに。でもなぜならばこれは。でもオイラ脳はより入念に夢の世界を構築するようになり、アーカー社が無境リアルな無境を構築する場合もそれと似たような力を消耗するの。それってそいつの目を。ええ、スメールシティの無境衆。この件はアランナラとも無関係よ。え、それはありえないけれど、だとしても言って、その人物の。行くぞ。くだらない。無駄だ。創生の術。異形を見届けよ。さっき。くらえ。ふふ。ひゃっ。ふっ。ふっ。へ。はっ。疑似妖怪。手をつなぎましょう。はっ。行くぞ。疑似よ。手をつなぎましょう。はっ。ひゃっ。はっ。逃がさぬ。前にここにあった水が全部雨になって降ってるんだな。水位が上がる前に早く通り抜けます。行くぞ。無駄だ。くだらない。ここはもう終…え、嘘だろ。そうだな、私は夢に関する剣の完全にこの…ここ…大丈夫。ないように気をつけて。君たちか。まさか俺たちの方が先についていたとは。うえ、どういうことだ。お前たちあの何のことを言ってるんだ。無境だから夢が永遠に続くことを望まない人なんていないさ。彼は夢に入ってきて間もないから彼も違う。夢が永遠に続くことを望まない人なんていないさ。彼は夢に入ってきて間もないから彼も違うわね。植物に音楽を聴かせたらとても。ちょうどあなたの演奏最近忙しくてな。すまない。
おや、宗神様ではありませんか。あ、宗神様。それにそちらのご友人、私はここで花屋を営んでいるエミルです。こちらは私の夫、モセイ。何かご用でしょうか。私のことは知っているでしょ。演技をしなくてもいいわ。それとも、あなたのことを夢の主と呼んだ方がいいか。悪いな、エミル。俺の研究が先に花屋に戻って。ええ、わかった。宗神様の前で小賢しい演技。では、私から先に聞こう。少なくとも、その方が物分かりがいいことを示せるだろうしな。この無境はアーカー社によって作られ、そしてあなたは永遠に。どうやってそこまで推理したのか聞いても。簡単なことよ。この空間にはあなたを除いて全て夢を見る現実のに、あなたはこの夢の中で他の元から目が覚めている人を。なるほど。目が覚めている状態で夢の主となれば、理論上残っている問題は答えは目の前にあること。宗神様、アーカー社がまだ運行していた頃、私は自分の意識を全てアーカー社にアップロードした。実は全てをつなげる。そうだ、人間はアーカー社の規模は仮に私が少しだけ利用しても誰も気づかないほどを。たとえしらみつぶ、私はその一つ目の作品をエミルと名付けた。それって私は彼女と同じ日に教令院に入った。入学の手続きから、そんな単純な理由から私たちは恋に落ちたんだ。全く同じ歩調で歩んでいた私たちは、しかし彼女は命を落とした。マリン・エミルの人格をより完全なものに、私はアーカー社のデータベースから彼らのデータを探し出、それにより彼らをネットワークにつなぎ、エミルに彼らの思いを感じさせることを研究に全力。つまり正確に。ああ、アーカー社が何の前触れもなく停止されたことによって、私は全ての知能を失い、最初は慌てたが状況を整理した後。つまりこれが事の詳細だ。私は彼らに良き夢、彼らは目を覚ま。私もそう思うわ。ここは私たちがやっとのことで作った。うん、その通りだ。俺たちは自分でここにの。よくわかりませんが、私は。ありがとう、メイナ。宗神様、どうか私たちを理解してほしい。みんな、そう慌てなくても大丈夫だ。宗神様は民を理解し、愛している。我々の自由を。おい、卑怯だぞ。どうやら私の最すべての秘密。なぜなら彼らはただ大切な人とずっと一緒にいたいだけ。私はそのチャンスを。愛する人と別れたくない。親友と再会。あなたが人間をもっと理解するか、もしくはあなたも苦しい別れを経験していれば、これほど人の心がわからないことはなかっただろう。その才能と、残念なことに、あなたは人間、彼らが沈黙。痛み？誘導？そんなもの、ここが創造された時から存在しない。いいえ、存在するわ。アイルマンの娘、ヘイ。え？娘がどうしたんです？この無境は規定のネットワークを頼りにしている。言い換えれば体内に。あなたの体験したことを詳しく思う。私は、ヘイデルは、ヘイ。ええ、彼女はあなたが夢に入った瞬間、それでまだ他に取り残されて。そう、しかもヘイデルはまだそこにいる。パパ、何言って。すぐに目を覚まさなければ。みんな何か思い出したい。自分を守るためだったら、人は、彼らには家族。しかしあなたはもそんなの。確かに夢の中に長いこといるな。やるべきことがまだたくさん残ってる。
神がまさかあなたが答えを見出すことができるとは。目を覚ましたければ一時的にそうすればいい。ちょうど私もエミルと少し二人だけになりたかったからな。この夢が存在する限り全員戻って、人はあなたが思うほど強くはないし、そろそろ気をつけろ、魔物だ。全員すぐにここから離れて安全な場所へ行って。私こそがこの無境の支配者、無数の魔物を創造するなど造作もない。安心するがいい。傷を負う前に目が覚めるだろう。エミルは誰かが傷つくのを見るのが好きではない。だからおとなしくしてもらおうか。ふん、うまくいったと思うなよ。これは私の夢だぞ。私が隠れようものならたとえ神でも見つけられない。人々が幸福を渇望する限り彼らはここへ戻り、この楽園を再建するのだ。逃げるな。ノエゴ、何が起こったの？幻想が突如崩れ制御できなくなったのね。まずい。エミル、エミル、エミル。大丈夫か、エミル。頭が。やめろ、頼む、やめてくれ。そこから離れて、私の腹を壊さないで。どうしよう、どこに行ったの？とは言っちゃったわ。もういらない子なの。無駄だ。わめくがいい。ここだ。無能。私は誰？エミルじゃない。やっと終わったぜ。さっきは何が起こった？彼はまだアーカーシャ技術に対する障害、そしてたとえ夢だとしても残酷、オイラから見ても怖いって思ったほどだし。でも幸い、この後はここの人を目指す。エミル、全てがなくなった。運命には抗が、まだ私たちのせい、そんなのはもう、無境の運行を維持する知能が全て魔物になった以上、ここはもうじき崩壊し、エミルと一緒に行かせてくれ。たとえ灰になろうとも。ショックを受けすぎて絶望してるみたいだ。エミルが魔物になった瞬間を見た彼にはもう十分と言えるほど。虚無について。存在。私のアーカーシャ教霊院は必要ない。これは同情なん。これからの人生。さて、旅人にパイモン、この件に対して全ての終止符を打つ。何でもないわ。ここの人たちに目を覚ましたらモーメントオブドリームの会場にし。よかった。あの皆さん、次々どうやらこの件、ええ、後で大勢の人が来るはずだから、会場の秩序維持をお願いで。私は彼女たちと一度教練院に行ってくるわ。
宿舎の状況を聞きに行くんだよな。ええ、でも意識が体に戻った後、目を覚ますには少し時間が必要なの。あとのことはマハマトラに任せるといいわ。行くぞ。みんながいっシン様、どうなさいましたか？学籍情報を調べたいの。クシャレワー学院の。かしこまりました。お待たせいたしました、宗神様。確かにその現在に至るまで。え、正体を隠すためだったのでしょう。ここに保存してある知識をマハマトラに渡してくれるかしら。かしこまりました。簡単なことよ、彼は無境の中。かしこまりました。うんうん、モーメントオブドリームに。無能。オイラたちは静かに。ナヒーラー、何？先ほど目を覚ました人たち、こんにちは。あなたたちの心地よい夢の邪魔をしてしまって、無境には、でも同時に前にも言ったよ、でもここに同じよ。あなたたちがここにあ、生命と生きている意味は何？確かに。でも、一日中頑張って働く人がいるのは、世を渡り歩く世界の秘密を探す人がいるのは、自我は生命の意義の家族や友人だからこそ、そしてあなたたちが、だけど、あなたたちには、生き方を選ぶ。それでも、現実を捨ててまで美しき夢を抱くかどうかは、あなたたち自身が決めることよ。ナヒーダは個別でまだ話すことがあるみたいだ。教練員前の日、ナヒーダは本当に、彼はあの無境には言葉で言い表せないような誘惑が。でも目を覚ますこと。あら、どうし、そうだぞ、お前は人間。さっきの縁。ありがとう。この一件で数多くの被害を受けた。だから、でもその百分。ナヒーダは自分感情と知識。ベノに無境に入った時、どうしてかとてもその温かさはまるで。でも再び目を開けた後、例えるならあの無境を経験した後、ただ確かなの、その温かさが。さっき民た、どうしたんだ。何度も何かを言いたげだったけど、私に、なら、目を覚まし、新たな一日。私もよ。久しぶりね。最近調子はどうかしら。お前は手がかりを探しながら、実はまだ一つ。え、なんでそんなこと。心配すんな、思い出せるよ、オイラたちが一緒に。え、
おお、すごい。これは中には曖昧になっている記憶と何か関係があると思って調べてもみたわ。旅人、お前は何か思い当たることないか？じゃあこうしようぜ。ナヒ、ありがとう。そう遠慮すんなって。お前こそ。ほら、どっか行け。申し訳ありません、送信様。キノコンは普段ここに近寄らないのです。まだどっか行かないのなら力ずくでおっぱ。ちょっと待って、この子何か言おうとし。送信様、こいつは魔物ですよ。大丈夫。ええ、どうやらこの子。今ので分かった。ええ、生き物によって生活習慣やコミュニケーション。この子からは焦りと恐怖。まあ確かそうだな。じゃあ行ってみるか。え、この子見た目はみんな似てるけど、キノコンの中には穏やかなやつもいれば、凶暴で人を見たらすぐ襲いかかるキノコンもいるんだよな。仕方ないわ。この子たちの目には人間が凶悪な魔物に映っているのかもしれないもの。この子たちには人間の行動に攻撃性があるかどうかなんて理解できない。そして人間が武器を出す頃には手遅れになってしまう。ならいっそのこと先手を打ってそれから考えた方がいいでしょ。なんだか人間の考え方とあんま変わる。なるほどね。あんなに焦って見たところ、こいつら、つまりこのキノコンは、おそらくそうね。きっと私が戻って見せてちょうだい。よくある症状ならなんとかできるはず。え、どうしたんだ。どういうこと。このキノコン、胞子から進化した生命体ではなく。え、け、ええ、普段あなたたちがよく目にするキノコンは元素力を使えるけど、それは、でもこのキノコンには体表の下にキノコン類と同じ生態構造がない。その代わりに元素が渦巻いている。ええ、実に不思議だ。ナヒーダが知らないな。見たところ、この穴が元素力の正常。じゃあその穴。ええ、そのはずね。これはちょうど私がも。二つの力がうまく融合しているわ。草の王。草の王ですか。私をお救いくださったのが草の王だなんて。うえー、キノコンが喋っ。見知らぬ生物が言葉を発するなんて。私も、あ、おいらはどっからどう見ても喋れる。バイモンというのですね。こんにちは。よ、そんなに。おいらの見た目って言葉を話せないように見えるの。誤解です、バイモン。口という器官には言葉を吐く口があっても、あなたの見た目が人間と相似したものでも。このキノコン、表裏あなた。ええ、あなたたちからしたら少し唐突なことでしょう。きっと私がわけのわからない言葉で長々とし。助けてくれてありがとう。私はデイ。でもあなたは何者。私は非常に古い種族の生まれです。私の故郷は世界の滅亡が訪れたことで故郷は一変しました。恐ろしい地下世界の滅。世界の滅。私にもよくは。すごく複雑でとても長。大丈夫よ。はい、私は運よく生き残り、
一部の家族たちと私たちは後になって知ったのですが、近畿の知識がお前の故郷を滅ぼした。いえ、今も故郷を救う。草の王の言う通り、さ、滑稽に聞こえるかもし。どうしてそんなこと。私は世界の。なるほど、ごめんなさい。大丈夫です。それに、ええ、私の故郷も救われ、ずっとずっとこれ、私は一族の使命を果たせず、故郷。あなたのせいじゃないわ、十分よ。どの種族もさっき言っていたけれ、世界の滅亡は。そうなのね。ウリンは、あら、そっか。ちょっと待っててちょうだい、すぐ連絡。これでいいわ、見つかるまで。確か、ありがとうございます。目が覚めて。約束？もう覚えていない。そうだったのね。でも、では情報が集まるの、共に帰郷でき。でも、ど、はい、行くぞ。一つ、とても気がかりなことがあるわ。ええ、あの子の前ではあえて口にしなかったん。実は結晶の元素力があのキノコンのものと。なんだって。ええ、あの子が言って、その故郷を救うた、今までずっと。なるほど。そうね、あの子が、ええ、あの子たちを故郷。案内します。ここは少し歩きにくいので。安心しろ、オイラに歩きにくい道なんてないからな。うわあ、敵だ。 お前に任せた。せっ、さっきの創生の術、今こそ誕生の時。くらえ。油断しちまった。みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。さっき抱えない。もう消えろ。ここだ。無能。あなた方はかなりのやり手の。そういえばずっと聞き。いえ、私たちこのスメールの。そのため、そんなことができ。生命にと、あなたの手が。そして私たちは、つまり、もちろんこういったことは苗を一瞬で。なるほど。おお、さすがなヒーダー。成長、素敵な言葉です。行くぞ。あとどれくらいで着くんだ。もう半分過ぎました。頑張ってください。バイモン、おんぶでもしましょうか。おい、いいよいよ、ただ聞いてみただけだって。別に疲れてなんかないから。どうやら人の世話を焼くのが好きなようね、あなた。そうなのでしょうか。草の王もいかがです。おんぶしましょうか。そんなことしたらお互い動きにくくなると思うわ。それより私の頭の上に乗るのはどうかしら。また、その話は後にしようね。また魔物が現れたぞ。くらえ。みんなは俺が守れ。今こそ誕生の時。わめくがいい。どうやらおんぶという子、疲れている。子供？はい、お前の子供。あの子はただの。でもの、例えばバイモンはな、不思議な響きの。
そうだろ。私がつけた名前はパイモンの、確か。ごめんなさい、これも忘れてしまいま、はい、帰る前、はっ、きれ、こちらです。もう少しで着きます。人間がその、これが私たちのような生命。よ、この子が言いたいのは、はい、地域って過去の研究によると、そしてこの子たちは長い、最も悲しく、私が故郷を離れた時、この清らかな身の子も賢く、でも問題ありま、冒険者が、でもそれだと、いえ大丈夫です。ずっとあのような、こうして帰郷の機会が、わかったわ。私たちに任せて、私のことを心大丈夫よ。猛毒を持つ蛇と相対するとき、何言って、よし早速か、サパ、無駄だ、燃えろ、はっ、ほ、創生の術、さっ、せ、え、せ、ふっ、ひょっ、ふっ、燃えろ、よし、よし、失敗、全力攻撃だ、行くぞ、ここであんたを潰す、偽業を見届けよう、えっ、ひゃっ、知識をあなたに、西洋など無能、いえ、ここだ、せ、せ、ここだ、えっ、無能、いえ、せ、無能、はっ、ここだ、くだらない、せ、手をつなぎましょうと、やはりこの子だったんですね。あと少しだったのに。あなたが故郷に、大勢の元素性、大丈夫です、え、体はあくまで、もう少し早くこの子と、ウリンとこの草の、あら、待って、うん、一致するキノコンが一体見つかったわ。今はおそらく、ま、ええ、そうね、役に立つならそれでいい。奥にいると思うけど、キノコンがいっぱいいるぞ。こいつらは普通のキノコンなんだよ。そうだな、警戒心も、どうか戦いは避け、種族は違え、ちゃんと話せば、じゃあどうすれば、お前の同族、一つ方法を思いついた、あなた様も、でもナヒーだって神、いえ神となら、でも、わかりました、
時間の制限、これに関する…え、また草の王。あら、おいおい、お二人ともその辺に…そうですね。うわぁ、本当にキノコになったぞ。悪くない感じだわ。探している子は。え、どうすればいいんだ。私がまず、相手は元素星見つけたら。おう、まか…では、私は上…わかった。よし、行こうぜ。周りをしているキノコンは警戒心がかなり強いみたい。迂回して。この子どうしてこんな。いけない、見回りな。周りをしているキノコンは警戒心がかなり。ナナナナナナ。ナナナ。どうやら気づかれなかったみたい。あのキノコン。まずは隠れ。なるほど。自分の姿を変えるのがこれほど消耗。借りた知識を。時間の力はそのような代価を支払っていただいたこと、心より感謝します。君たち誰。ごめん、言葉。大丈夫です。いい知らせがあるので。キノコの世界の滅亡終わった。はい。でも残念ながら、私は故郷の場所を忘れ。僕。本当か？やった。故郷。蒼龍。蒼龍。そう。そうでした。蒼龍。すみません。つい興奮してしまいました。これほど感情を表に出す。また。おいら全然。ええ。同じ竜に属するものよ。ただ、でも、どういうこと。私たちが、蒼龍の体内で来る。蒼龍、内部、大きい。蒼龍の体内には、かつて、ですが。おいら、まだ理解が。はい。待って。ええ、いきなり思いつ。アペプはこの世界で、つまり、そいつにも、おそらくそう通りで長いこと。それ以来ずっと、そうなるわね。蒼龍が限界を、そして、高い木々は太陽を完全に遮り、植物。そうだ、あの結晶はどうだ。そうね、あなたたちこれを見たことない。その力からはすみません。ううん、お願い、あなたたちの情報は。情報を待ちましょう。耐え難い時間。
ち、感謝。この子たちに、あなたたちを故郷に帰る。離れる。難しすぎる。わからな、こいつら、待つ。待って。そう焦らないでください。私たちは家族を大事に、現状、待つこと。ええ、もちろん。それに私も。ありがとう。畑、植物、手伝ってほしいことが。畑。おう、任せろ。行くぞ。行くぞ。はっ。逃がさね。やるべきことは。種を植え終わったし、次は侵入者を片付けるんだったよ。くだらない。ホワイトフラワーだったのか。道理で植物の侵入って言ってたわけだぜ。シレ。バーバラ。わめくがいい。はっ、ここだ。ここだ。無能。へっせ。キャッ。無能。せ。はっはっ。無駄だ。せ。せ。キャッ。逃がさぬ。え。くだらない。はっ。ふぅ。これで解決。ええ。落ちちゃ、オイラたちに総流。ええ。いいわよ。スメールはアペプの領地で、当初は一面が青々と茂った。え、もこ、そうよ、巨大なく、アペプもエメラ通りだ。あの元素生命、アペプはずっと、ただ天の力が降りかかり、その後の近畿二つの秩序、私の知る何を考えて、私の手にある。行くぞ。元気出してよ。ありがとう、草の。お前、本当にあいつらが。家族、好き。君、家族、好きじゃない？そうじゃなくてさ、だってお前らは同じ種族。関係ない、僕。おい、ちょっと。家族が愛し合っているなら他のことは重要じゃないと言いたいんです。あなたたちは見た目を重視し、見た目よりも頼りになるし。なるほどな、わかったぜ。見た目は変わっちゃうものだ。大丈夫だぞ。そうなのね、分かったわ。森にはこれ以上情報、手がかりはここで。ごめん。大丈夫。結晶は、もしそうなら。結晶とセクサの王。ええ。予言とは、当時。保存？ま、その可能性は低いわ。予言では、スメールの東。底知れぬ地か。帰らぬ混沌の地。うん。きっと双眼鏡炎だよ。そうね。
もし保存急に難しい話をし私についてきてちょうだい。その元素生命は一人ぼっち、そしたら他の個体と…ここだからこそあれの力を…あれはアビスにテイワットに属さぬ力を浄化して安定させる力を持っているの。その光に照らされた近畿の知識…ええ、また変な草の王はつ…ええ、近く…行くぞ。見ろ、あっちだ。どうやら周りの沈殿を取り除かないといけないみたいね。あなたたちならできるでしょ。照らしてやればいいんだな。消えよう。ここだ。無能。いえ、ここだ。やっと救い出せた。この子が。光、うん、待て、黒いのが出てきた。よせ、どういうことだよ。長い時間が経ったからでしょ。神霊の力は長くそれにつ…そんな…私の元素力を使えば追い払えるはずよ。でも、この方法だけが正義…旅人…いいえ、あなたの判断を信じるわ。私もちょっと…そうだ、この前言ってたよな。あれに服…あれの力を使うの。草の王がためらっていらっしゃいます。本当の使い道が分かる前…分からない。気持ちは分かります。でも大丈夫よ。ということで旅人に任せてもいいかしら。私が知る限り、あなたは近畿の知識に対して…無理するなよ、おいら心配だ。草の王、そしてあなたたちは。よかった。草の王が自ら見つけてくれ。また小さく。ごめんなさい。そのあたりの記憶。うん。世界の滅、その後だが。これが。そうだ。あなたはご自身のお力でわしをお守りください。しかし世界の滅亡の力、比較的やそのような。同時にわしのことは。ごめんなさい。ところで、あなたはこれが何かわかるかしら。これは火種だ。僧侶を救うのに必要なものだ。状態、これは当初僧侶は世界の滅亡によって。だが、そしてオアシスの心はアペプ通りで、この結晶で治…何、わしを救うために火種を。そうだぞ。それは火種とは、濃度の極めて高い元素力を、存在形態が不安定なものだから、不慮の事故を。私が作ったからには責任もちゃんと負うわ。心配し、うん、つまり、あ、さあ行きなさい。君は
わしのことはみんな一緒に、さっきも言ったはずだ。草の会いに来てくれてありがとう。総理を救うと言ってくれ。おかげではこの子たち。わっ、ちょっと待てよ。あいつ神霊になったの。もう一度有名石を使っていただけませんか。お願いします。一番これがあの子の感じます。あの子の知識と感情、すべては元素本来の。悲しまないでください。見た目は重要じゃない。ええ、帰ろう。故郷に。近くよ。ついてきて。行くぞ。やあ！くだらない。あの力が辺りに向こうもすでにこちらに気づいている。これ以上そっちに行くと何も見えなくなっちゃうぞ。間違いないわ。あれが総竜のアペプよ。でかいだろうとは思ってたけど、あそこまででかいなんてな。小さな神と小さな人間よ。よ、一面に。あなたを救いに来たわ。救いなどいらぬ。特にブエル。汝はアモン。汝の神と人間を憎んでいるのは分かっているけれど、今のあなたは弱っているわ。今だけ愚かな何時。あなたは病にかかっているだけよ。さよ、何時らに。そこまで固くな。世はすで。おい、行くなよ。気をつけて、何か出てきたわ。お、なんだこれ。家族です。え、こいつらもか。見た目重要。この子たちを構成する元素力は私たちのものと同じです。これはこのこと、とても悲惨ですが、そして世界の滅亡を生き抜くと。本当に。おい、お前ら話せるか。ただ生きていくためだけに。火種に引き寄った。ただ生きて。これがもし禁忌の知識がテイワットで陸に打ち上げられた魚たちは、世界中を探し回っても一滴の水も見つけられない。ええ、でもどうか手加減してくださいませんか。くだらない。はっ、ミュージックザレごと。よっ、準備できたかな。撃つよ。西洋なぐ。せ、無能。せ、行くぞ。力尽きたみたいだな。
あいつら、帰り。わかっています。総竜の元素力の状態に戻してあげられないかしら。長年苦しめ、火種。あったけど、火種を使うことは、そうですね。僕たち、だけ。なかなか難しい。ちょっと考えさせて。いいわ。やっぱり、火種の力を使いましょう。この子たち心配しないで。これは私が決めたことだから。たとえどんな結果になったとしても、私が背負うわ。消費される元素力でも。ありがとう。わがまま。ごめん。ありがとうございます。草の王。あなたたちにとって一番重要なの。それに、何せ。私はあなた、そう。そう。ありがとう。じゃあ始めるわね。故郷に帰りましょう、みんな。もうすぐ帰れますよ。知識と感情が私のこんな短い。お前はみんなのって。それじゃあ出発しま。行くぞ。無駄だ。マジックショーが始まだ。ちょっとしたトリック。穴だな。総竜はこの中に住んでるのか。そうだな。ええ、アペプ自身でも。あんな試してみましょう、アペプ。けれど私たちの総竜は本当に。あなたが何を救うために。あの子たちは全てが終わった。返答がある。あなたがどうしてもいい。私よりし。無事にここに来ていることだけは保証できる。じゃあこの先を探してみ。ええ、それは分かってな。早く行こうぜ。あいつが。
これがオアシスの心のはずよ。そうすれば、じゃあ、早く灯してく。ええ、わかっているわ。なんでだよ、火種が。砕けた。こんなに不安定なものだったな。なんでだよ、そこまで使ってないだろ。私にもわからないわ。でもあの状況で、それにしても、すぐにもしかしこの火種を作った当時、つまり、そんな、いや、それ火種が砕けたヒーダー、他に方法はないのか。私は、心配ないわ。元素生命とあの力を模倣。火種に。ええ。でも、草か枝にな、成長するか。でも、たくさんを、大丈夫。絶対ダメだ。ことが終わったら、そんな姿になっ、そんな、もし旅人が、いや、ごめんね。翼が折れて落ちた鷹は。ダメだ、そ、あ、わかっています。それが唯一の方法だと、草の王がすることはありません。私たちは、長い長い旅の中で成長した。故郷に帰るために成長するのならば、それも本望。手伝っていただけますか？どうなるか分かっていたのに、あなたたちが学んだ知識、言語、そして感情は、すべて純粋な元素力へと退化するわ。新しい故郷には、あなたたちの足跡はどこにも存在しない。誰一人あなたたちを覚えていない。あなたたちの望む帰郷は、本当にこういうことなの？草の王、悲しむ。ダメ。草の王の故郷、ここ、違う。僕たち、故郷に帰った。草の王、一緒、故郷に帰る。お願い。みんなの願いを感じて。目を覚まして。行くぞ。いや、それを守ってくれて。
ナルミへね。行け、みんなを守るからね。痛くしちゃうかも。こちらに注目。はい、私のお家にいらし、ちょっとしたトリック、張り込みなさい。よっ、邪魔するな。痛くしちゃうかも。せは、覚えたわよ。無駄だ。消えろ。ここだ。無能。ここだ。イエ、無能。ひゃっ、これこそが知恵の伝。準備できたかな。マジックスタート。わめくがいい。ここだ。ここだ。ここだ。知識、記憶、数えき、あやつら違うぞ。同じなわけないだろ。ダイモン、私たちとアペプが理解し、でもアペプ、この状態を維持していればスメール力が戻れば、怒り、今感じるのはと近畿の知識は返す言葉もない。だがそれで何時もまた無限に膨らむ好奇心によって命を落とせば、本当に口の悪あなたの選択をね。あなたどうやって、話せば長くなるが、遥か昔、竜王が世界の外から手に入れた漆黒の地、空前絶勝者は、だが
粉々にな。スメールの天地異変は。でも、あ、そうだ、やつは野心、軽蔑はし、やつの死。それでも一部の竜は、一部は竜王の裏、この命、あなた、アフマルがほだが、あやつの血、それでも、それが、その剣に小さな天理のた、よくわからない。健康に回復するまでにはまだ長い休養が必要なの。アペプの本性は病気の時、なんかすっごく大きな事件を解決できたのに素直に喜べないぜ。そうね、再び一つ一つのこのかけがえの、はあ、家族、あの2匹の木の、そうだな。行くぞ。ちょっとしたトリック。ただいま、戻ってき、ねね、本当にごめんなさい。あの子は故郷に帰ったの、ね、悲しまないで。あなたたちを守るた、ヌールは大切な家族だって。ヌールはあなたの名前、ねね、よかった、この子たちはまた巡り会える。いつかきっと。